Fire!
win. Thank you.
Ivan win! Thank you.
こんばんは。デイトナ式のスパツ X の式の元道大会のエントリーを今してます。9時頃から開始しますので、エントリーお願いします。参加費100円になっております。今日何名くらいいるんでしょうね。ちょっとまだ30分くらいある。はい、ありがとうございます。なんでマイク、どったい、やめんか。ラウンド1、はい、どったい、どったい。今日は初めて、ちょっとルールで初めてのルールなんですけど、一応今まで優勝経験のある方は、マイナス、いつもの勝ち数からマイナス引くことになってますので、例えば今日だと、まあ、ユリッチさんの場合チュンリーが2人使ってるのでマイナス1ずつやるような感じになります。なのでキャラは今日は自由に使ってもらって結構なんですけど、優勝経験のあるキャラはマイナスになります。そう、一応ここにメモあるので、ちょっと進行がまだ慣れないかもしれませんが、よろしくお願いします。一応そろそろ大会の予定とかも出てきたから、本キャラ使いたい方もいると思うので、ちょっとそのようなルールにしてみようみたいな。こんばんは。今日は大阪から正月さんが遊びに来てくれてます。ありがとうございます。
い。Oh, you get it!
エントリーされてない方いらっしゃいましたらカウンターまでお願いします。今のところ15名様登録していただいてますね。読み上げた方がいいのかな。私、山本さん、ノブさん、ユリッチさん、正月さん、ムーさん、ウラケニーさん、タツトシさん、破天荒さん、ナベさん、カーシムさん、コアトリンさん、ニーアーさん、ロードさん、イルハさんです。大丈夫かな。大丈夫そうですね。ちょっと今日私も初めてなのですが、ルールちょっとユリッチさんが フィロン、ですけど、今日からで申し訳ないんですけど、ユリチさんは優勝経験がバイソンで2回あるので、今日は、勝ち数からマイナス2ですね、バイソンの場合で。カーシムさんがダルシムマイナス2今日ですね、今日はで、ニーアさんがフォンダマイナス2で、今日は、試合を運びたいと思います。両替の方いらっしゃいますか。今両替機が調子があまりよろしくないようなのですが、え、持ってくるとやってくれるのかな。あ、京さんは今日いないですね。はい、京さんは今日いないです。
すいません、配信台は一回ここで止めます。
ああはいはい、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 あハローエブリバディ、ウェルカムトゥフライデーナイト式デイトナーは、もう間もなく今日の、毎週金曜日行っておりますスパツ X、デイトナ式対戦会のミニの大会式の細道が、始まります。今回からルールが変わって、何回か、優勝経験者ある方は、その使用から使用 OK です。その代わり、勝ち数からマイナス2ポイントになります。例えば5勝したら3勝扱いというそういう形となります。その代わりどんなキャラを使っても OK という形となります。3月19日に、XER の大会も 3on3 で決まりましたので、もうかなり、今日は、非常に、人も多くて、かなり対戦も盛り上がってますね。今日も楽しい大会になると思います ねどうでしょう、このダンディズムアスペルの山本さん、この盛り上がりを見て、はい、今日の大会の意気込みは。いやすごい人ばっかりで、サイン欲しいですね。あサインが欲しい。あそうですね、もうみんなあれですよね、こうスパツ X スーパースターズですか ね、うん、ね本当にねもう今日はね、大阪から正月さんも来ていただいて、でムーさんも来て、ユリチさんもいまして、イロハさんもいまして、で浦国さんも久々に来まして、で破天荒さんもいまして、今日は非常に豪華な超豪華なメンバーで式の細道第21世紀21回2月10日まさに21の数字が揃った、盛り上がる大会になると思います。ぜひ、配信、よろしければご覧になってください。そしてこのスーパーストリートファイターズ X ですね、長い、歴史のあるゲーム、このゲームの方、これをきっかけに遊んでいただければと思います。X ゲーマーズさんのコメントで、京さんはまだというか本日は、来てないですね。また来てくれればいいと思いますね。今の試合では、ユリッツさんのフェイロンとムーさんの、竜の方ですね。この竜とフェイロンも非常にやってて非常に面白いカードなんですよね。今日の参加人数は、16人
というところですね。今日も非常に効果が多く、あ、今日も初参加の方いらっしゃいまして、非常にすごい。本日の第21回、21ですね、四季の細道第21回、四季の細道、今日は16人の参加となります。もう少ししましたら組み合わせが決まって、大会が始まります。ぜひ、お待ちください。今配信の方も、の試合、モリモリやっております。じゃあこれから、始めていきますが、まず初戦最初の方ですね、先に読み上げたいと思います。1周目、いろはさん S チュンリー、リンヤーさん X ケン、1人目2人目となります。お二方お早めに切り上げて配信台の方へよろしくお願いします。
ちょ準備ができ次第始めたいと思いますので、配信台対戦しているお二方、霧のいいところで切り上げてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、じゃあ準備終わりそうなので、21回四季の細道開催します。よろしくお願いします。パチ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 ということで、配信台そろそろよろしくお願いします。初戦はいろはさん、いろはさん S チュンリーの、ニアさん X 剣です。その他はホワイトボードを各自確認してください。よろしくお願いします。はい、じゃあニアさんとイロハさんじゃんけんをしてですね、 1P と 2P 決めてください、はい、あ、じゃあ大会始めたいと思いますので、第1試合のニアさんとイロハさんじゃんけんをして、 1P、2P 決めてください。よろしくお願いします。ロードさん、どっちが 2P？ こっちが 2P、 こっちが 1P。 あ、じゃあ始まりますか？始まりますか？はい、もうすぐ大会始まります、はい、いろはさんが、はい、とニアさん、いろはさんとニアさんでもうすぐ始まります。はい、あ、
いろはさんいらっしゃいますか。はい、もう、あ、大丈夫ですね、はい、始まります。はい、じゃあ、第21回、四季の細道、ただいまから始めたいと思います。イエーイパチ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 。さあ、2月10日21世紀第21回まさに今日2と1が揃った素晴らしい大会。さあ、今日どうなるか、さあ第1試合、新谷さんの剣と、いろはさんのスーパーチュンリーですね。どしどし募集中です。あ、ちゃんと今、いろはさんがキャラクターを確認したという、これはマイク募集中。さあ、この2人の対決、さあ、非常に注目ですね。はい、はい、始まりました。はい、スーパーチュンリーのイノさんが、このグッドラック。さあ、スーパーチュンリー大会というのは久々、初めてじゃないですか。スーパーチュンリーの大会というのは、ね、そうですよね。そうですよね。多分参加してる人いなかったんですね。スーパーのチュンリーと X チュンリーの利点っていうか、X に比べても利点って何かありますかね。なんか見た感じのイメージが、なんか反対が大きいかなと。そう、スピニングバードが無敵が長いんですよ。あれ、あー、なるほど。スピニングバードの無敵が長いスーパーチュンリーが、なるほど。そうですね。まあ、定常客がないんですけど、結局。なるほど。飛行券はためなんでしたっけ。あ、ためコマンドではない。あ、ごめんなさい、ちょっとね、弱敗者なんでまだまだ全然分かってないですけど。あ、でも今飛んだところ、ニアさんが鋭い昇竜で対処しましたね。エクスゲーマーさんね、食事ですね、食事。はい、あ、しかし今今井川さん後ろに何か予定したんですよ。あ、今投げ落ち、おー、これ分からない。あ、しかしここでランチタイムじゃないですか。ニーアさんが一人抜きです。あれ、次が、破天荒さんの竜ですね。いつもね、動画、YouTube アップしていただいてすごいありがたいんですけど、うん、そうです、ちょっと早いんでペースが、もうちょっとゆっくりやっていただいて構わないですよっていう、うん、無理のない感じでと言ってる間に、あれ、チュンリーが、あ、ニーアさんの剣が勝ちましたね。今、いろはさんの破天荒、あ、いますよね。あ、破天荒さんの竜ですね。ですね。これ僕竜体験とかすごい面白くて好きなんですけど、ああ、この今のいいですね。あのめくりからのチューキック、ね、そうですね。中足、ああ、今、いや、この技が決まっての一瞬の油断をニアさんは絶対逃さないですね。うん、ね、なるほど。おお、しかし進化を重ねて、素晴らしい。これ今しゃがみ中間地やって、今投げ落としたらさ、波動拳波動で滑る、波動拳を詰めていきますね。龍が我慢する、龍が、あ、今のこの飛び蹴りやって、さあ、そしたあと波動拳、あ、今のしゃがみだけいきますね。ですね、あ、いいセンスで、これかなり心理的に同様ペースになったんじゃないですかね。そうですね。そして波動拳、さあ、あの台足で落とすときは、さあ、これはどうだ。あ、さあ、あ、クラカ、おっと、いけるか、頑張れ、ベロロット、あっ、これで素晴らしい。破天荒さんが、あれ、台足で落とすときってあれですかね、次が、近藤さんのバルログですね。近藤さんバルログ、あ、今日初めて参加していただく方ですね。マジっすか、近藤バルログ。そうですね、近藤さん、マジっすか。なんか対戦会でよく、お顔出されてるというかやつで、大会自体に出られるのは初めてみたいですね。あ、そうなんですか、ね、結構あれですね、プレイヤーとしては初め歴史がある方みたいで、私は発祥ダメなんですが、さあ、バルログ来ました。バルログ竜、これは非常に厳しいカードかな。そうですね、これ竜厳しいですね。厳しいですよね。あー、来た、さあ、ひょうだ、さあ、近藤さん頑張ってほしい。しかし、今のは天狗さんのガード良かったですね。あ、今ジャンプしてやろうとして、さあ、ここで竜は壁を背負えって言いますね。そうですね、バルログに対しては。さあ、波動、今のこの一瞬の、あー、今この距離、怖い、すごい。しかしこれはもうバルログの長いしですね。
お今の投げいいっすね。お素晴らしい。削りに行かない。取りました。リバーサルで波動拳が多分出てたんじゃないですかね。あまりにもジャンプの軌道が速いんで、非常に龍からするともうフェイントで怖いですね。どうすればいいのか判断に迷うというか、おーすごい近藤さん素晴らしい。これヒョウバルってやつですね。 いわゆる、おおすごいすごいすごい素晴らしい。そうですね、これもどうにもなんないですからね。すごいカスタンコにして、こうなっちゃうと、なんと破天荒さんを破りまして一勝を取りました。さあ次が鍋さんの X 竜ですね。はい、鍋さんですね。鍋さんも本日初参加ということですね。いや過去で出てます。過去出てる、うん、あ本当ですか、はい、覚えてる。さあ盛り上がってまいりました。さあ、はい、バルログと竜のリレーション対決。さあのんびりとした空気で、埼玉県新座市の、デイトナ式からお送りしております。第21回ミニ大会四季の細道へ。21回、そうですよ。今日は2月10日21世紀2と1が揃う恐ろしい大会。早くも1連勝が3人ともいるというね、何かドラマが起きそうな予感がしますね。おしかしこの表は素晴らしいですね。もうこの表に対してはもうどうすればいいんですかね。もう勘でやるしかないのかなというところかっていうか、まあ、あれですね、重ねてるように見えて重ねないで投げちゃうっていう、怪しいやつですね。でもなんか昔なんかの動画でしゃがみショーパンチで表を返してるのなんか見たような気がするんですけどね。でもどうなんですかね。なんかでね、見たことがあって、あれそんなことできるのかなと思ってるんです。あーなるほど、厳しいですね、竜はやっぱりね。そこで近藤さんが投げてかなり精神的有利になって、ね、あ、いやちょっと待ってください。厳しい。続いてロードさんですかね、S剣いけるんじゃないですかね。まあまあ、あれ大昇竜出せば当たるんでしたっけ。バルログがどんな軌道にいようとも飛んでれば大昇竜で、そうですね。まあでもロードさんメインはスト4勢なんでね、ちょっと2とやり方が違ったり違わなかったり。あーピオらせられてしまった。最後はクリスタルフラッシュと名前思い出せました。いやーゲーム室読んでましたからね、僕もね、申請者。そうなんですよ、そうですね、ハイデルソンですよね。今パンチでしたね、パンチのバク転だったので波動拳をもろに食らいましたね。あれキックか、キックのバク転が1回転、パンチが2回転とかでしたっけ。テラーを3回決めてめくって投げとポイと、まあエスキャラなんで投げられるとですね、受け身が、投げ受け身がないと。次がですねネロガエルさん、ネロガエルさんですね。ネロさんおられますか。こちらですね、こちらでですね、もうね、決勝戦の組み合わせが愛してますね、予想されております。次ネロさんの回で、はいはい、ああはい、今のめくりようがですね、ネロさんのガイルと、近藤さんの、バルログ。あしかしようか、あしかしこう投げる、そこで一回飛んでフィントかけて、あしかしサマソルトやってパシパシとやって、そこで、あ今のソリクラッシュだったらバルログ近藤さんがよしこちょっと絶好調ですね。ペコさん、うん、ペコさんからコメント入ってますね。近藤さんやべえと、近藤さんやべえ、ペコさん元気どうなんですかね、ペコさんまだ間に合うんですかね、うん、いやそれはないもうあと1時間ぐらいはいるんで、大丈夫ですよ、頑張っていただいて。おー、ネロさんから1本止めました、3本目、さすが伝説のネロガエルですね、シャチキック、差を投げる、あ、今のアリフタッパー、スピンもやって、さあパシパシパシとやって、
最高のガイドの待ちどおそう、でも最後の待って、ざっくり今素晴らしい、ざっくりですね、ざっくり、そう、体力は、体力はほぼ同じ、ほぼ同じですね、ゲージも両方ありますね、見えてますね、ああ飛んだ、しかしまだ分かんない、分かんない、まだこれはさあ、ものすごい緊迫した状況、爪が刺さった、あー相打ち、立ち台素晴らしいパンチなんですね、あのバルログは最後これで近藤さんが4人で、長いんですよね、中盤ですか、次が中盤でした、ボアトリンさんのバルログですね、なんとバルログ、バルログの当たったところに同キャラという形ですね、で次がボアトリンさんですかね、同キャラ、同キャラですね、ちょっとあれですね、ぶっぱぶっぱされてますけどね、おだそおおんなもん、こんなもん別に蒲田からなんて近いっすよ、もう近い近い、そうですね、隣駅でしたっけ、隣駅だよ蒲田と四季はね、そうなんですよね、あらあー、しかし近藤さんのバルログ素晴らしいっすね、すごい、うん、全く初参加とは思えない、うん、あーっと、ひよりち、あー返した、しかし1本パートリングを早詰めで返したが、青い同キャラ、あー同キャラはやっぱり分が悪いか、パートリンさん、あーこれで近藤さんが5人抜きですね、じゃあ次俺ですね、頑張ってください、そうですね、次辰俊さん流ですね、ですね、やばいですね、近藤さんでもバルログだいぶ来てますね、うん、そうなんですよ、50-50、そうなんです、5分だったんですけど残念ながらね、パートニーさんの勝利で、タストさんの竜ですね、最近この色の竜流行ってるみたいで、結構あちこちで使ってる方おられますが、どうなんですかね、あんま人気がなかったんですけど、今のはダイゴス勝利はうまかったですね、爪を誘いましたね、ただお真空がちょっと早すぎたが使ってしまった感がある、あー最後はもうなジャンプ投げ投げと、もうガードなのか投げなのかが全くわからない、そうですね、隣駅1時間、そうありますね、あーっと氷河、氷河、わーっと大昇竜が使ってしまった、ちょっとやっぱ竜には厳しいですかね、でお続いてユリッチさんですね、バイソン、ここでいよいよ、何名かいるうちの一人のチャンプのユリッチさんですね、あコインがないです、コインが、うん、はい、お願いします、ね、フリプレイ方式ではなくクレジット入れてやってるのでね、切れちゃうとこういうことになっちゃうんで、ゆりちさんのバイソンもだいぶ、あれでもバイソンバルログって5分ぐらいなんじゃなかったでしたっけ、うん、まあここら辺になるともうよくわかんない組み合わせなんですけどね、うん、おーっと芋掘りからのコツコツのみで、完璧すぎて、あーバルログの方が投げ前狭いみたいですね、ヘッドで返してどうなるどうなる、おっとでもテラーで割り込んで、ただバルログが溜まってしまっているので、おお最後は爪で、もしかして近藤さん外しそう、仕切り直しですねありえるかも、無双状態ですね、そうですね、いやあれですよね、バルログがあったら別に防御もいいと思ってるんですけどね、ダメですダメです防御ダメなんですね、あーユリッチさんがやばい、なんと破れてしまい、こんな続いてノブさんの剣ですかね、次がノブさんの剣ですね、ノブさんお願いします、卒業しちゃうんじゃないですかね、幻の、
やばいですねこれは。あ、ノブさんお願いします。はいはい、さあ、ノブさんの剣と、今7連勝中の近藤さんのバルログですね。非常に近藤さん素晴らしいですね。あー素晴らしい。うわーすごい、うまいですね。やばいですね。ちょっと大勝利遅れたか。あれですね、四季の谷に悪魔仮面がやってきたと言わんばかりのね、非常にもう、いやでも本当にすごいですよね、近藤さん、すごい。ガードできた。ガード2分の1ですからね。一枚違うゲームよ。そうですね、ちょっと課金課金ローキーでもね、8連勝。続きまして、カーシムさん、カーシムさんのダルシムです。カーシムさん、カーシムさん、次です。カーシムさんですよ。さあ、カーシムさんのダルシムですね。カーシムさんのダルシムと、近藤さんのバルログ、今回から特別ルールで、優勝経験者は今までその優勝したキャラは使えなかったんですけど、マイナス2勝ポイントという形を条件のもとにどのキャラ使っても大丈夫という形となります。なので例えば、3勝したら1勝扱いという形になります。しかしこのカーシムさんのダルシム素晴らしい。これはわー、しかしハンさんお願いして、さあ、ヒョーどりで、あそこに投げて、おー素晴らしい、投げで減りましたね、素晴らしい。川島さんのダルシム久々に見ましたが、非常に素晴らしい。ここでドリルでやって、川島さんのダルシムっていうのは初めて見た時に、これだけ待たずに早く動くダルシムっていうので、まずヒットバッグは同じ方向に、もうそこがすごい驚きで、爪が折れましたね。それが折れて、おーっと、しかし、おーしかし、さあさあさあ、これで近藤さんがヒョウをやり、おー今テラーが溜まってた、ってた、さあパチパチしてて、おーすごい、チョップが出なかったですかね、今対空チョップですね。さあ注目の3本目、さあ上のフレームをやろうとしたが、そこでドリブルやって、さあマッチ、さあヒョウを来て、さあこっからどうなる、さあ鹿島さんがどうなるか、こうすごい、恐ろしい、なんと川島さんに勝ちまして、これで驚異の9連勝。あ、今のなし、あ、ボタンがダメ。ボタンがちょっとダメだったみたいで、マシントラブルにより、今の試合はちょっと無効試合となります。しばらく、仕切り直しですね、仕切り直しというか、はい、今ボタン直しますので、お待ちくださいませ。どの段階から申告するかですよ ねがあると思います、ね、ちょっと確認してきますね、埼玉県新座市の、デイトナー式から、お送りしております。スパツ X ミニ大会四季の大掃除第21回、東武東上線池袋駅から乗り換えて四季駅から、南口徒歩1分のゲーセンになります。ですね、カーシムさんの自己申告により今のやり直さなくてもいいと、やり直さなくていい、影響のないレベルで、漏れてましたというところなんで、ボタンが、あ、じゃあそのまま9連勝ということで、ただちょっとマシントラブルなんで今、修理中でございます。2Pが修理中でございます。じゃあこれは川島さんの負けという形で、はい、そうですね、9連勝川島さん負けという形で、近藤さん9連勝で、はいはいはい、次が、山本さんの竜ですね。
さあ山本さんの竜と、初出場で怒涛の9連勝を飾っております近藤さんの、バルログ素晴らしい。さあどうなる。さあ波動拳、さあ竜巻で、ああ今の良かったか。そこで今の蹴りのそうこのフェイントですね。今のところから下段に意識を向けさせてるっていうか素晴らしいですね。いや近藤さん強いですね。さあここでヒョウが来て、さあそういうガード、あー今の竜巻良かったですね。4、3、4の、あー今のですね、これで近藤さんが順に抜けて、次が、ムーさんの、竜ですね。さあ、ムーさんの竜と、さあ近藤さんの馬の上ですね。さあこれはどう、さあムーさんの竜が今、あ今の、お今の投げはいいですね。さあこれ相模中継が、あしかし飛んでしまった。さあここで、あしかし勝利、今のさすいか素晴らしい。近藤さんが、1本、うん、さあ2本目、さあこれで爪を当てて、あ今の斜面、あ今のいい、今の良かった素晴らしい。さあチェックキック、あ素晴らしい素晴らしい。さあこれで、あ今、さあここからムーンさんのこの本領が発揮される。さあこれで素晴らしい。さあこれ、さあここで、さあ、うん、あ違う、あー近藤さん素晴らしい、これで11連勝。さあ次が裏ケニさんのベガですね。あーさはい、さあ裏ケニさんの X ベガは久々かな、結構。さあこれはしかし、さあこれ、ね、さあヒョウの時刻がすごい、いやすごいっすね。近藤さんのバトル素晴らしい。さあ今のいいぞ。さあ裏切りさん今の蹴り素晴らしい。あしかし飛んでしまって、すごい冷静に対して取りました。いやー第21回四季のお掃除、あれですね、もうお菓子を食いながらのんびりと、ああのんびりと、バルログ無双マイク届くどう、ああはいはいはい、オッケーオッケー、おベガが1本取った、そう裏切りさんが取りましたね、素晴らしい。ベガはねバルログに行ける方なので、ただこうなると関係ない。ああ今のはそうそう、ああこれで12人抜き、次永田さんですね。永田さんが、こちらに帰ってきております。正月さんの X 女ですね。さあ大阪から来ていただきました、正月さんの X 女、永田さん X ホンダですね。おっと変な当たり方した、アントミではなかった。今よくごっちゃん出したら出たの、おーっとこれはあるか、正月タイム、さあパシパシやっていかない、さあうまい、うまい、すげー減った、さあ張りで張りで、あーおー今すごい、これはすごいっすね、歩き投げに対して大一丁入れてましたね。これが世界の永田だ、そうですね、正月さんもその場その場のその
フィントというか対応がすごいですね。いかない。ここで、おお、よく上げた。ここで、さあここで、さあ翔太さんが連勝を止めるか、それとも近藤さんがその連勝いくか。さあここで、さあパシパシとやって。スパコンさんどうなる？残る。そう、まだ残る。さあまだ分かんない。おい、さあすごい。素晴らしい。素晴らしい。今のゴッツさんは4が1勝を取りました、ね、さあ次が、トモサさんの、ブランカーですね。あのぐらいの隙間でもさんのブランカーゴッツさんが間に合うんだね。で1周目ラストですね。ねおー、しかしトモザブランカそう、じゃあ蹴りが伸びる。そしておっと、今のアップ出ちゃった。そこでおー、しかし今の素晴らしいですね。このリードは守りきれるか。あっと、きつい。さあ、正月さんのさあ、恐怖のホンダが X ホンダがコパンタイク。おー、今素晴らしい。今のトモサさんの蹴り素晴らしいですね。1本取りました。で、おー、今の蹴りした。パンパシパシロッテ。あー、ゴッツさんが噛みついて、すごい当たり方ですね。おー、すごい。さあ、トモサさんがこのまま勝ち進むか。さあ、ほぼ同じ体力で、さあこれ正月さんが、おお今の電撃が来て、さあこの、さあここからさあ、神様、さあ、いけるか、いけるか。さあまだわからない、こっからが正月さんの講座。あ、くせえ、今の電撃の張り手に、うーわ、ガード。さあ、ほぼ同じ、これは怖い。あー、おっと、なんと、なんと、素晴らしい。トモザブランカがなんとトモザさん素晴らしい。さあ今のさあこれで2周目でノブさんの残機からですね。ノブさんは、剣と残技なんですが、この非常にこの足払いのフェイントとかを見てるんですが、最初は残技を使ってたみたいですか。さあこれ、おお、すごい、死なない。さあいけるか。あーがすーって、さあそこを冷静に返して下に蹴り合ってノブさんが1本取りました。さあ2本目、さあこれで中継。なんかノブさんは最初残技を使ってたっていう形で、その後に剣という形だったみたいですね。飛び蹴りで、さあこれ、3本、3本、3本。本日大阪から来ていただいて正月さんです。はい、どうもどうもどうも、こちらこっち、はいはいはい、こっちこっち。おーっと、これで友澤さんのブランカがパーフェクトで1本取りました。ブランカ残機だとブランカが有利という形なんですかね。まあ、ね、そうですね。残機有利じゃないの。え何それそれ軍事理論。いや違うけど。いや、あえて人と反対のこと言わないとね、面白くないね。ダブルダブルイのなんかあのね、カラッコメンテーターみたいな感じで。おっと、ダイヤスタイク。おお、今すごい、うまいですね。さあそのするか、おっと、中足キャンセルしないローリングが先ほどからこの飛び蹴りが、むしろ当たってくれやすいのかもしれない。キャンセルしない方が確かにキャンセルローリングだったら削りしか確定しないけど、うん、昔なんか、うん、初代ストッツの頃に筋中ロールっていうなんか連続技を使う人間がいて、あっ、おっと、残り、おっと、重ねにいった。これでノブさんが一人抜きとなって、次が近藤さんのバトルログですね。先ほど時間が小連勝した近藤バルロンが、あれ近藤さん、
あれ近藤さんって宇都宮の人じゃないの？さあ近藤さんのバルログと、これ残念バルログってなるともうこれやばいね。やばいやばいっすね。四季から宇都宮って超遠いでしょ。だってね。いや大阪っていうか自分の場合仕事だから全然あんまり、さあ近藤さんのひょうひょうが、あのね爪の先端がね、残儀ほとんど返し技がね、返し技ない、地上だとないんだよね。ちょっと前に進んでしゃがみ大パンか、ま、前飛んで中パンとか、おというかそこら辺やってごまかしていかないと多分本当にいいようにやられんで、まあ、相当厳しいのには間違いないです。しかし今日のこの近藤さんのバルログはものすごい活躍ですね。すごいですね。まあ相打ちでもいいからダメージ取っていかないとバルログにプレッシャー与えられないんで、 あとは近づいた時は軽ラリですかね。あー、お前ダブルに、そう、ダブルドロル、あー、上がったで、近藤さんが一人抜きですね。で、次がポアトリンさんのバルログ、バルログ、美少女仮面の青いバルログ、相当美少女仮面な、美少女仮面のてか美少女仮面以外にポアトリンって名前があるとかっていう、ないっすね、ね。さあ、ね、さあ、さあ、スパツ X の最終形と言われているこの空中戦さあ投げて投げて、もっと中パン中パンで、おお早い、うん、非常に早い。バルバルだとねバックジャンプ中パンが意外と安定っていうか、この組み合わせをなぜ投げれたのか、隙間があった。お互い重ねられるとまずいから、やっぱりそのバック転とかでかわし、あのハーフバック転とかでかわしたりとかして、おテラーで返した、うまい、おお投げ返して、おお今のガウチのガード、ダルダル戦と同じで画面から聞いてるからっていう話らしいですよ。私よくわかんないんですけど、おお、ひょうひょう決まって、やばい、美少女の顔をかぶった悪魔がこれで勝つか。さあ美少女仮面、青、青がポアトリンさんですね。青がそうです、青が美少女仮面ですね。中華なパイパイではないらしい、うん、ね、中華のパイパイは途中で、あの主人公をやった人が失踪したっていうので有名なんですけど、あ、そうなんですか。で、あ、すごいね、あれ、あれですね、小沢夏樹が失踪して篠崎和歌子に変わったっていう、次永田さんですね。さあ今、あ、次は、はい、さあ中華のパイパイのものすごい知識を与えてくれた永田正月さんの、さあ永田さんのS ホンダですね、メインキャラ。さあ永田正月さんの S ホンダはスーパーホンダではない、まさに正月ホンダと言わんばかりの S ホンダ、スーパースペクタクル正月と言わんばかりこの S ホンダ。さあ今の投げが、これが正月ホンダのものすごいところ、うますぎる、すごい。さあ恐怖のプレッシャーがかかる。さあ第21回四季の遅道でものすごいものすごいホンダが見れる、すごい。さあこれロスコイでやって電子戦点、おー、しかし手の上で返した。さあ近藤さんも素晴らしい、あーうまい、この大パンチが正月さんすごいところですね。そうですね、大パンの使い方が本当にうまいですね。ね、うまく今日のところうまくかもしれない、うわー、このパンチすごい、投げにはいけない、うん、さあ強い今の冷静が、さあここで足しましてやって、さあここでペシッとその蹴りをやって、しかし写真、さあ評価きた、もううまくかわした。さあここの、もうしかしほぼ同時やって、さあここからどうなる、おー今のさあ抜けた、さあ素晴らしい正月さん、素晴らしい、まさに正月本だと言わんばかりのS本だで一生取ります。さあここで注目の対決、ムーさんのダルシムという形となります。さあ、正月さんのS本だとムーさんのダルシム、これは注目のカードですね。うわー、さあさあもうダルシムホンダというとホンダが有利なのかなっていう面もたまに聞きますが、さあこれはしかし正月さんのこの隙のなさが恐ろしいですね。まさにこのホンダ本当にすごい、一気に持ってかれますんで、この青い S ホンダ非常にプレッシャーが大きい。
さあムーンさんにも頑張ってほしい。さあ今の、ああ今の良かったか。さあ当たったし、ああ今の恐ろしいファイヤー、さあ外か。さあここで下をやって、さあここでハリトエだよ。さあここでやばい、事故事故れ事故事故か。さあこれ、あしかし今の良かったですね。さあ今の受けない。さあムーンさんの今の受けない。さあでそこで、さあ能力がすごいすごい。さあ今の上をやって、さあここで、さあさあいいぞ。さあここで、さあしかし冷静にガード。さあここで、さあここで、うまい、あうまい、今のは素晴らしい。しかも今ガードして素晴らしい。あー今のやってしまった、惜しい、いやー惜しい、超惜しかった。しかし素晴らしかった。今のムーンさんの、ダルシムに勝ちまして、昇華さんが、2勝目です。さあ次が裏切りさんのバイソンですね。イバネバって何でしょう、はい、よくわかんない。ペコさん酒飲んでんのか。いやでも昇華さんのこのホンダ恐ろしいっすね。なんかもうこれはちょっとね別物ですね。あの上下選択っていう部分っていうより一瞬のその技の出す間の取り方が読めないっすね。なんかそのそこがみんな結構引っかかるのかなっていう感じですよね。あとこの変幻自在の張り手がね、張り手というあとその空気の読み方がすごいっすよね。あさあ裏切りさんの今これはすごいぞ。さあこれはまだわかんないぞ。さあさあこのその子のこの子の恐怖の恐怖の正月張り手と言われてるの出してましたね。これは非常にプレッシャーだったが、さあこれ2本目3オーアンをやって、さあこれ張り手で、さあはいはいはいと、さあ張り手を出す。これさあこれ3オーアンやって、ああしかしどうですか。さあここからさあこ今のバイソン裏剣さん我慢良かったですね。さあやって、おお素晴らしい。さあこれどうなる、うわー当たっちゃった、当たったか。さあと当たらない、これは何もなし。おいいよ、さあライフはまあかなり裏剣さん有利だ。おお今の素晴らしい。さあこれで裏剣さんが逆転なるか、それとも昇華さんが、3連勝なるか。さあオーアーをやって、うわ怖い、この相手超怖い。いやこの前が怖い。でこの手のところに行ったらこの足を出して、そうそしてこの掴み、これが非常に怖い。あしかし今のうまく決めて、張り手が、おー素晴らしい。さあ裏切りさんが、おーいった。さあここからどうなる。さあさあ張り手これあるよ、あるか。うわー今の出してしまったか。あー素晴らしい。これで正月さんが3人抜きです。さあここでユリッツさんのフェロンとなります。フェロン、いやー裏切りさん惜しかったですね。お疲れ様でしたね。もうさあここでユリッチフェロン、ユリッチフェロン、なんか今日は永田さんとやりたいからこのフェロン選んだと言ってましたね。もう注目ですね。お芋いいですね。この組み合わせはかなりヤバいんですが、おっ相打ち。わあうますぎる。ああ今すごい、あーあー終わった、あーあーさすが警戒してる。おっすごい、まさかまさか、そういう位置頑張れ。あーあーコパンすごい。今歩き支援行ったんですが、コパンの方が先に刺さっちゃいましたね。うまいなぁ。そこで、そこで完璧。いや、この正月さんのこのガードもすごいっすね。うん、完璧ですね。あー、繋がってる。あー、すごい。あっさりと。ちょっと、言葉が出ませんね。いや、恐ろしい。お次ネロさんですね。次がネロさんのガイルですね。さあ永田を誰が止められるのか。もうこれはあれですよね、こう四季の細道がまさにグランドマスターチャレンジとなってしまったかのように恐ろしい状況になってきましたね。はい、永田さんはここ来るのは初、そうですね、初めてですね。いや今日は初参加で、非常に近藤さんとこの正月さんの活躍素晴らしいですね。やばいやばい、これも積んでる臭い、積んでますか
あしかしソニックさあここから、あー永田、永田ハウスが今のは恐ろしい、足払いに張り手が当たる。さあ4名注目、さあソニックをうまくガード。いやこの正月さんのこの判断能力恐ろしいですね。ちょっと出際に出際、いやー恐ろしい、そこで垂直、ガードはうまいな、永田さん、球めっちゃ見てるんですよ、ね、おー、出た、もうまさに正月パンチという、ばかりのこの大パンチというか、ね、これ、ハメですね、恐ろしいですね、素晴らしい、もう、画面走ったらもうハメになっちゃうんで、これで、次が、ロードさんの、S 剣ですね、まさに、まさに正月さんの S ホンダは正月ホンダの略じゃないかという、この、もうね、素晴らしい、ロードさんの S 剣ですね。まあ、そうだね。いやでも、俺大会ダメだから、大会いつも弱いから。うーん、恐ろしい。なんかもう、正月さんのパンチボタンをやるときだけ6個くらいあるんじゃないかっていうぐらいにね、もうめちゃくちゃの張り手ですよね。もう、さあ、エスケロードさん、エスケンで、これは、さあ、勝利、エスケン、あー、しかし、ただもう、こうなると関係ない、このじりじりっとした恐ろしいところから、このしゃがみ、これ、削りで死んじゃう、しあ今の竜巻よかったですけど、そうですね、ごっつぁんが光る軌道でした ね、あ、そうそう、さあ、この波動拳を、この垂直ジャンプで返して、ハメだ、ハメ、ハメだ、もう、あれですよね。いやー恐ろしい、いやすごい、まさに正月はこれで破天荒さんの竜ですね。いやー永田カーニバルですね。素晴らしい、すごい、うん、さあでもここで破天荒さんの竜注目ですね。さあ竜がそのホンダに対してはユリアンなんですよ、これを、あーしかしこう、見てるというか、もうこういうところからものすごいもうシンディがもうプレッシャーかかりますよね。そうですね、あーピヨッター、あっという間にこの一瞬の逆転の時の心の動揺を誘うという部分がものすごいですね。足のいいぞ、今のファイヤード素晴らしい。さあこれ、しかしファイヤードこの垂直で避ける、あっと今の足払い波動行きたかった。さあ正月さんの前では波動が当たると思ってはならないんじゃないかと。さあよ、ナイス勝利、勝利権、さあこれいいぞ、さあかなり体力有利。永田さんはこの小波動の避けがうまい、あーやってしまった。さあバシッバシッとさガード、あーやっぱり掴むか。さあ、あーすごい、これで正月さんが7連勝ですね。次が川シムさんの川シム DJ ですね、 DJ ですね。これはあるかも、これはそうですよね。ホンダが一番きついと思われる DJ、うんうん、いけるか。あ、ウヤスラッシャーで、あー垂直ジャンプ、あ、そうだね、 S ホンダはお、お、ジャックはちょっとね、危ないんですよね、あれ危ないよそれ、ジャック、あーやってしまって、さあここから正月さんか、あーしかし返した。さあここからどうなる、対空は中足にしないと、あーやばいやばいやばい、お、ナイス、素晴らしい、あー、カードしちゃった、あー、カードしちゃった。さあ、これさあ、ここからもなの、さあ、張り手、うわー、どうなる、こっからがものすごく、あー、しかし今飛んでしまった。カーシムがよく我慢した、あー、あー、やってしまった、これ死んじゃう、死んじゃう、死んじゃった、死んじゃう、これこれは厳しい、やばい、ライダーしても、ライダーしてもダメだ、まあチャンス逃さないっすね、あぶれ、さあこれうまくリアガード、あ、やばいよピョッチャーよ。正月さんのすごいところはあれですよね、押されてる状況でも必ず前に出ますね。そこがすごいというか、うんうん、相手にとっては怖いでしょうね、もう非常に
さあ次が、なんと注目の対決ニーヤンさんの X ホンダですね。お X 対 S。 さあこれはどういう形になるか。これはどっちなんだろうね、よくわかんないですね。この二人の試合というのもなかなか見ないですけど、お今のニーヤンさんといいですね。続きを壊して止まった。おそこにあーしかし読めないですね。うわー、わー今のはすごいですね。うひゃー、あ繋がってないけど食らっちゃったうひゃーうひゃーとしか言いようがないですねいや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 、これは続きが潰れた。続きやってかりて相打ち、相打ち、これでうまい、はい、うん、おあーあー今のすごい、いやー私最後よく分かんなかったけどいや一瞬ニーヤンさんいけるかなと思ったところお互い張り手を食らい合ってましたね。いやーもう疲れ様でしたさあ次がいろはさんの X 竜ですね。ね、今日竜が多いんですが、うん、まあ、中田さんはもう関係ないですね。関係ないですね。竜だろうがエスケンだろうが永田有利と。このしゃがみ蹴りが怖いですね。早くも画面合わせ、あーやばいですね。あれはあー終わった。張り手でこういうにやっておきながらのこの大キックの意識を忘れさせるところがうまいっすね。そこすごいな。いやー翔太さん恐ろしい。あのコパンとあの張り手に対して昇龍がほぼ当たんないので、さあいろはさん頑張ってほしい。今のしゃがみ中キックが上がったんですけれどもね。あーこれで、そうですね、正月システムが出来上がってると言わんばかりのものすごい、いや素晴らしい。あれ山本さんキャラ、山本さんチュンリーですよね。それは間違えたかな。間違え山本さんがチュンリーを間違えて竜を選んでしまって、なんとここで物言いが出ておりますね。山本さんは反則負けではないのかと少々お待ちください。え、これ反則負けなの。いやー、いやこのまま、このまま竜を殺して1万円高いね山本さんになんとものすごい無茶な要求がデートなしき式のお寂しい第21回目にして山本さんに大きな試練が立ち上がりました。さあチュンリー、さあチュンリーと、中田さんのこの S ホンダ、さあこれはどうなる。あっと早く、うん、早くも画面端が、画面端になる。あやばい、飛行機出しちゃいましたね。あ今、あ今よかった。あもうこれはなんていうかボーナスステージと言わんばかりのこの今のこのものすごい、いやこれ1万円なんだ。1万円、しかし今回のこの大会はまさに1万円の価値があるものすごいいい試合が多いですね。チュンリーの飛びも一方的に返せない。さあ山本さん頑張れ。あー今早 いや、この反応が恐ろしいですね。反応が早い、バシッとやって、あー出してしまう。あーもう積んでる。どうしても出してしまいますよね。あー言うて、次が自分出しですね。次ですね。いやー頑張っていきますよ。辰俊さんの竜、昇龍はガード。いや、お、なんか半分リードしてるよ。あ、受け身がない。やばい。ハメが。いやー、これやばいね。
そうだ。これ昔のゲーセンだったら灰皿ソニック飛んできますね。いいリバサ昇竜。このまま離したい。あ、飛ばれた。死んじゃう。ピョンナイ。今最後タッチャー諦めてましたね。続きまして鍋さん龍ですね。最後諦めたでしょ。諦めちゃったの。そう、もうまた弱気になっちゃったんだよ。もう最悪。あ、そう。鍋さんはホカゲー勢ということですね。あ、さあ永田の洗礼が、これはある意味プロの洗礼じゃないですか。ね、そうですね。おお、すごい。おお、いいですね、いいですね。確実に勝利を合わせた。お、負けた。いや、いいっすね、いいっすね、いいっすね。これはいいっすよ、いいっすよ。あ、勝てる。あー、きつい。そう、波動拳、波動拳。そう、X 基盤そのものに勝てるか。あー、きついな、これ。いやー、恐ろしい。自分今、正月さんと試合したとまだ体が震えてるんですよ、あまりの怖さで。もうそのぐらい怖かったですね。この正月さんの温度はめちゃくちゃですね。あ、いや、今の鍋さんのこれいいっすね。いいっすね、いいっすね。あー、しかし、あー。いやー、あのコパイン百列がね、すごい遠くからコンボになっちゃうんでね。もうちょっと終わってますね。あ、いいよ、うまいよ。いいぞ、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 あ、いい。あー、とーとーとー、あー、すごい。これで正月さんが怒涛の13連勝ですね。うわー、お疲れ様でした。次がこれで最後ですね。友田さんのベガ、ベガですね。これ正月さんが勝つと、近藤さんと正月さんで決勝戦ですね。さあ、注目の対決、埼玉県新座市のデートな式からお送りしております第21回式のお送りし、これは今日はがこの長田正月のものすごい勢いが、ああ、恐ろしい。このコパン振りながら前に歩いてくるのがね、すごい恐ろしい。しかしガードするとこはちゃんとしっかりガードする。おっ、しかし友田さん今のいけるか。あるのか。あー、いやー、恐ろしい。小足だったのがバレてたか。はい、どすこいやる。あー、キック即興的やる。うわー、長田ハウス。今のこれはすごい。あー、パーフェクト。いやいや、これは、あ、これもう終わりですね。これで終わりですね。これ決勝戦が永田さんと近藤さんですね。そうですね。少々お待ちください。近藤さんがちょっとお帰りの時間が短いので、そうですね、ちょっと一試合だけということで、今日は一試合だけで決勝戦、一先、はい、はい、決勝です、一先です、一先です、一先で、さあ21回、はい、式の遊び決勝戦始まります。パチ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 、怒涛の、連勝を飾っております近藤さんの X バルログと、中田翔賀さんのスーパーホンダ、こちらのこれの一先の決勝戦です。さあ、早くも S 女の S が正月どうしてやることは言わんばかりの恐ろしい、ものすごい、止まらない。あ、しかし今のいいぞ、いいぞ、このさすましい。さあ、ここでさあ評価です。ああ冷静に恐ろしい。永田がリーチ、すごい正月さん素晴らしいですね。さあ、ここで、あ、今いいけど、さあ、ここでさあ評価、あー、この大パンチ、あ、マジで分かった、分かってなかった。さあ、さあ、見てくるぞ。使ったけど掴む、使って掴む。さあ、ここから、お、しかしやる。さあ、まだ分からない。あ、スライディングにはいかない。さあ、さあ、翔太さん、さあ、さあ、まだ分からない。いけるか、いけるか。ガード、ガード、あーっと、これやった。さあ、まだ分からないぞ。ああ恐ろしい誘い。永田さん、圧倒的でしたね。圧倒的でしたね。第21回、式の遅道、今回の優勝者は、永田正月さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。では、正月さんに優勝インタビューという形で、すいません、行いたいと思います。
優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今日はデートの式初めて。いや、あれで来ましたよ、かけるの時に。あ、そうですよ、はい、というか昔忍者マスターズのロケテストの時に来たことあるんです。あー、素晴らしい。で、97年とか7年とかかな。いや、でも今日は本当正月さんのですね、もう素晴らしい本音を見て、もう本当今日はもうね、もう眼福と言いますか、もう素晴らしかったですね。ありがとうございます。どうでした今日、四季の細道この大会、はい、とても楽しかったのではもうです、ね、わざわざちょっと関西から出てきた、うん、ね、会があります ね、 ありますね。正月さんはウルツーやりますか。ウルツー多分どうでしょうね。どうでしょうね。なんかね、投げグラップがあるとかいう話でね。グラップあったら本当はゴミキャラじゃねえかっていう。完全新作ですね。なるほどですね。イパネマはって、イパネマは島崎和歌子ですね。え、だ中華のパイパイが途中降板して終わって中華のイパネマに変わった。ああ、なるほどです。いや、今日は21回目にしてこのポンアトリンから中華のパイパイの恐ろしい知識を、ね、得るようになりまして、で正月さんの正直どうでもいいし、もうおっさんしかわからないって言われて本当に。いや、今日は本当おめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうもどうも。デートな式で、このように毎週金曜日、20時から対戦会を行ってまして、21時からミニの大会式の細道を行っております。いやー、今日はもう本当対戦環境として本当にね、素晴らしいですね。素晴らしいですよね。常に5台以上、5セットですか。5セット完璧、5セットあるところなかなかないですよ。そうですよね。で、関西だとエンパラと、ね、ネアが ABC と、ね、で岐阜はあれか、オアシスと、あとまあシャトルとか、まあ、その手の素晴らしい一つ環境ゲーセンと本当に近いんで、近くの方は持ってきてもいいんじゃないかなと思うんですけどね。いや、まあでもたくさん集まってていいゲーセンですね。いいゲーセンでね、ありがとうございます。今日は本当あれね、またこのまま喋ってもらうっていうか自由だからっていうか、全部コメントしてるのペコさんじゃないか。ペコさん暇なのかな。またペコさんもまた来てくれればね、いいんですよね。今日は本当ありがとうございました。もうバスマジックリさんでしょ。いやー、でも本当デートの式はスパツ X やる環境でかなりのんびりと、ね、できる。俺だってタツさんがわざわざ来てると思わなかったよ。だって長野の方じゃないの。おお、タツさん。あ、俺、はい、あ、俺蒲田ですよ。あ、蒲田、そうだ、蒲田か。うん、まあほぼ毎週。ほぼ毎週。ほぼ毎週。蒲田からここまでは結構あると思うんだよ。時間がこれしかないですからね。ね、多分他のね、日が遅番になっちゃうんで、うん、どうしても鹿島田とか本当は近いんですけどね。うん、でも1時間ぐらいちょっとだから個人的に、だから実家石神公園なんで、あ、専門学校蒲田通ったから、距離の遠さはよく分かってる。もうね、いやいや、もう蒲田から式に行く間は 3DS を遊ぶ時間って決まってますからね。もうね、山手線ほぼ半周、もう半周で、ね、もうどっち回りで行きます。あ、そっか、京浜東北線あるから。あ、そうそう、だから蒲田から大塚方面から回り、そうそう、蒲田から品川大崎 で池袋降りて、で東武東上線で、その方が電車的に割と早く行けるんですが、大崎方面で行くんだ。うん、そう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 、まあ、あっちの方が若干近いんだけど、ね、近い近い、うん、そうそうそう、もう蒲田もゲーセンもほとんどなくなっちゃいましたからね、もうね、もうね、俺通ってた時ゲーセンだらけだったね。ねえ、ほんとっすよね。ストリートジョイとかね、ストリートジョイとかナポリとかね、そう、あの頃のスト2の対戦した時って話の時はもう自分は中倉の新城店にいたから、もうちょうどすれ違いだったんですよね。なるほどね。もうゴスモメディアとかね、そう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 、ゴスメディとかね、もうね、だってゴスメディも多分セガのお店のイメージがみんな強いんじゃないかなって思うよね。本当は対等なんだけどって、エアロテーブルが置いてあったっていう印象が強いみたいな。そう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 、でしょ。しかもあの当時の蒲田で唯一ワンプレイ100円でいきなり稼働して、すげえなとか思って、超強気ゲーセンだよ。周りのシルクハットとかみんな50円なのに、みんな50円なのに。あ、でもあれか、うん、工学院の正門の方じゃないシルクハットは確か100円だったよ、うん、あー、そうですよね。よくあそこでターボアトランやった。ああ、だからターボアトランといえば
あ、ちょっとここであんまり話せないかいやまあ結構技をスパられた事件とか結構あるってこうねえもうねもうそ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 う、ターボアトランとアフターバーナー2がまとまりにあってみんなやってましたもんね、あの時はね。なんですよね、コスモメディアはあの時でもテーブルがあって台頭の頃でまだ終末期でめっちゃその浜さんが、うん、まあ慶応通ったから、まあ日吉の方に遊びに行ったりとかしてたんだけど、日吉もすんげえゲーセンたくさんあったんだけど、今うちの兄貴が日吉住んでんだけど、かけらもないね。日吉は行ったことないですけど、やっぱ大岡山とか、何でしたっけ、あの奥沢の太平洋とか、10円ゲーセンですね。あの辺はよく行ってましたよね。あと自由が丘にも結構よく行ってた。一時期その、都立大に住んでたから。やっぱ大田区からあの辺の近辺っていうのはゲーセンが贅沢すぎたっていうか、ゲーセンが贅沢っていうかいや東京の西が基本的にゲーセン多かった多すぎますよねだって蒲田でとかあの辺がゲーセン多すぎて巣鴨キャロットとか行ったのかなり後でしたもんね。あまりにも地元で行ってましたからね。自分も巣鴨キャロットは本当に、なんだろう、なんかのロケやるからとかそんなレベルでしか行ってなかったから。そうですね、ここが噂の、伝説のゲーセン、スガモキャロットなんで。そうですね、スガモキャロット初めて行った時にいきなりグラディウス2の前で拝む人がいて、コインを入れて1000万点いきなり出した人がいて、やべえスガモキャロットやべえとか拝むんだ拝むんだいやー確かなんだっけな、コナミのキューブリックだったっけな、あれでこの面が解けないって言っていきなりメモ取り出してこうやればって言っていきなり解いた光景を見たりとか恐ろしい連中だなっていうかこれが巣鴨キャロット恐ろしい伝説だなっていうか、自分が知ってる頃は、なんか昔は奥になんかその自販機があったっていう話なんだけど、そうですそうですね、食べ物とかの、その頃は行ってないんで、巣鴨キャロットな、まあ、あの当時は何、その、てかまあ昔のゲーセンたくさんあった時代は、どこ行ったらなんか、珍しいゲーム置いてあるとか、そうですよね、なぜか西巣鴨で、データイストのゲームのロケテストやってるとか、そうですよね、データイストのロケテストといえば横浜のセブンアイランドで確かトリオザパンチのロケテストがやっててなんだろうこのゲームすごいな、すごろくだなとか思ってましたね。テレビスゴロク、テレビスゴロクでしたけど、なんであれを製品版にスゴロクをなくしたのか今でも聞きたいところですよね。あとあれですよね、そのお店にしかないゲームっていうと蒲田のスーパーマンとかは確かスタンランナーが唯一あった場所だったんですけど、確かスタンランナーでも実際には渋谷会館にも置いてあったんですよ。そうだったんですか。あーなるほどですね。渋谷会館は、俺だからあれでアショックウェーブとかしたからな。アショックウェーブ昼いなきスタンランナーたちがね、ペコさんもスガモアスコアラーの総屈でしたねって言ってて、いやーもうねここでは話せない話はいずれペコさんとしたいですね。でまあその後でやっぱり、その厚塩さんとかそこら辺の人たちが、まあ X マニアやるっていうので、あそれ聞きたかったです。後々に X マニアがスガモキャロットでやってたっていうのを知ってて、どういう経緯だったのかなと思ってて、だから、あの当時働いた坂本くんと菅野くんと、あと今帝の川島さんか、とあと敦代さんあたりで、だからそのいろんな店で予選やって、決勝やるような大会やったらどうだみたいな感じで、あの当時の X マニアって、各いろんな店舗で予選やってっていう感じだった、でも初めてやるっていう形で結構お話しする部分とか非常に大変だったんじゃないかと思いますね。なんか話に聞いた限りだと、ランク的には他社のゲームでそんなに、イベントやられても困るみたいな感じだったらしいんだけど、でも儲かるからいいかみたいな。なるほどこれ大丈夫なんですか。どうなんだろうね、いや誰が聞いてるかわかんないけど。そうですね。でもなんか今、ナムコの西事務所とか東事務所とか言われても多分ないでしょ、だって僕ね、今でも後悔してるのは、地元に住んでおきながらナムコの本社に行かなかったことなんですよね。あみんな遊びに行ってたとか言ってて、NG もらいまくってたとかなんか言ってたんですよね。もらえるんだ。と思って、そんなバカなところで自分はなんだっけ、蒲田の専門学校通ってた時に、アルバイトを募集で二品川の事務所かなんかに行ったことある。いや
普通にスト2のなんか対戦台が置いてあった事務所に。おお、すごい。なるほど。こんな昔の話全然違うでしょ。ねえ、もうそうです。20だ。20時間大丈夫。時間大丈夫。ああ。20何年前だよっていう。ええ、本当ですよね。もう鎌田に住んでて後悔してることがもう一個あって、未来忍者と歌舞伎マンの映画をなんで見なかったんだろうなって、ね、見てもしょうがないでしょ俺近くに思いっきり公開してるのに、いや、なんであの時見なかったんだ今のように思いますよね。でも、だってさ、未来忍者ってさ、ゲーム正直微妙じゃん。まあぶっちゃけね、曲はいいという印象があるんですけど。でも俺なんか、腑に落ちないのが、なんだ、あれ、未来忍者と、ベラボーマンと、源平とバデンと爆闘機銃出て、全部ラスボスの曲が頼朝みたいな曲なんだ。ナムコといえば蒲田のプレランでなんか、ね、ジャイアンさんとかやってたとか。あ、やってたっていう。そのプレランのあのナムコレバーだったんじゃないですか。あのレ当時のあのレバーとボタンで対戦してたっていうのか。ジャイはなんか、俺はどこでやったかよく知らないんだけど、あいつ蒲田によく行ったらしくて、で、そう、全然知らない頃に話しかけられたことあるのよ。あのダッシュ出たばっかの頃かなんかに、あのあそこ工学院正門前のシルクハット。あ、はい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 。あそこってなんかジャレコ筐体ですげえやりにくかったんだけど。ああ、そうまさにジャレコのボディ筐体かなんかね。もうレバーが短すぎるか、レバーが長すぎるか短すぎるかそうボタンは埋まるか埋まらないかみたいな極端だったんですよね。もうよくわかんない二択の嵐で、そこでなんかジャイかなんかに、あのダッシュでホンダ使わないんですかみたいな感じで言われていきなり君誰ですかみたいな感じで向こうは自分のこと知ってたらしいんだけど、まあ、あの頃はよくてゲーセンの音ぐらいでチャットだった時代っていうのがあって、いきなり話すっていうのがなかなかね、多分その神保町界隈とかで名前聞いてて知ってたとかそういうオチなんだろうけど、あの頃だから後々カメラ屋さんとかもなんかジャックポットにいたとか、なんかそういう話を聞いて。カメラ屋さんはどこだろうな、ナポリジャックポットジョイにいたっていう話をなんか基本西荻だったよ。あのカメラ屋さんよりはどっちかっていうとなんだっけ、あの人コブラ会会長の森さんが結構蒲田方面に知り合いで、俺確かあれだもん、ブランカ姉ちゃんは森さんに紹介してもらったの。なるほどね。いやー、すんあの時俺中くらい行かなきゃなーとか後々で知ってとか思って、そんなバカなと思って。中央プラザもなんか結構いろんなところにあった。そうですよね。自分は新庄とか中原にいたんですけど、やっぱ対戦だとみんな渋谷って言いますよね。渋谷の中央プラザとか、あと池袋の中央プラザも。そうですね、池袋西ですよね。で、まあ、地元だと大泉学園の中央プラザが、怖い人たちがたくさんいて、いやそうですよね。中プラの舐めると階段から落とされるとかそういう噂が。そうですよね。中プラの昔のゲームエストのスコア申請のあのネーミングの横のコメント欄には、みんな新庄店の中プラの店長が身内ネタでこれ書いておいてって言ってみんな書いてたっていうこの話を。もうね、その時の中央プラザ確かあのゲームエストのライターやった人が何人かいたはずなんで、みんな中プラーねー。で、マイナーなところで、あそこ、なんだっけ、都立課税じゃなくて、詐欺の宮の中央プラザ。あ、はいはい、詐欺の宮みたいな。はいはいはい、詐欺の宮の中央プラザは、浜さんと20号が、二人でずっとガイレルダルシムやってたよ。すごいっすね。いやー、こう、やっぱ歴史、みんな歴史ありますね。自分とか中野から、初めてだんだん知ってきたって感じだったんで、本当に結構みんなすれ違いだったんだなって思うと感慨深いですね。なるほど。詐欺の宮で二人っきりでやってて、なんかそう下井草、隣の駅だから、下井草来たら、なんかやったら強いガルシッダイガレットダラシモがいるっつって、で
まあ、正直初代ストツなんてガイルとダルシマ派遣ゲームだから。あ、そうですね、そうですね。ちょっとあいつら勝てねえぞって。いやでもあの当時で割とみんなまだハメ論争とか喧嘩か大なんだけど、ずっとやり続けてたプレイヤーがいたってのはすごいですね。いやそうかな。結構蒲田だと喧嘩が絶えねえなって言ってた。あ、蒲田はあのなんだ、大森の常連 の、あの人が、まあ昔からやっぱスト2の頃からやってるって言ってて、蒲田は怖くて行けなかったのよ。いやなんか喧嘩止めたことあったんですよ、確か。なんかチューリーを使ってる一人がいきなり大きな男の人に絡まれて、取っ組み合いになってて、おーっとって。いやまあ、すげえなと思って。常に大パンの嵐ですよね。自分なんかは、まあなんだろう、周りの人間に守られてたから、常連、みんな常連知り合いとかだと、やっぱりその、てめえみたいな感じで立ち上がって、来た瞬間に周りの人間が、おいどうしたのやみんなの頃若いっすからね、しかもね、もうね、まあしかもなんかチンピラみたいなね、人もいたからね。見た目怖いっすもんね。よし、長田投げろ投げろとか言って、こいつ投げだけで殺せみたいな感じで。いや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 。デイトラ式の、この配信っていうのは、何でやってるんですか。ツイッチ。あ、ツイッチなんだ。でやって、X ゲーマーズさんが YouTube で上げてくれてるみたいな。すごいね。で、ここの写真と参加メンバーを僕が DM で送って、でそれで。ほう。だ最初はなんか名前がなんか全然違う人で、それを直したのやってたんです。ネロさんが撮った写真を僕が送って、はいはいはい、なるほど。しかしみんな歴史がありますね、本当にね。歴史ではないよ。すごいっすね。ちなみに高田の場合のなんか、ゲームブティックだね、キャロットは、やっぱりなんか怖そうなところっていう印象がすごい強くて。そうそうそう、だから新和さんとかはみんななんか高田の場合の昔のゲーセンでやつこつやってたって話がすげえ気になって、ねえ、なんかへーとか思ってて。ゲームブティック高田の馬場って言ったら、ポスターとか下敷きとか売ってたっていう印象が強いけど。あー、いろはさんが店員をやってた。俺も確か当時スカイヒットのポスターをね、買いたくてね、しょうがなかったね。あれデザインすごいいいから。そう、ババだけなんかその缶バッジ売ってたりとか。おお、でもなんだ、入り口入って右横にカウンターがあった時代はいろいろ売ってたよ。たまただと商店街のキャロットぐらいだったんじゃないですかね。クレバー、あー反対側、あそうです、反対ていうか東口の方、あ西口、西口だったかな、西口のキャロットがあって、西口にキャロットがあった、そう西口の商店街にキャロットがあったんですけど、割とみんな気がつかなくてパワードリフトもサンダーセプターも入ってた店だったんですけど、もうすごい狭くて、いや自分行ったところもうなかったんじゃないですか。そうなんだか、もう割と早めに閉店しちゃったんですよね。ていうかたまたのナムコ系列ってイモンボールしか知らないから。そうイモンボールモンボールかプレイランド、この2つですよね。あの当時ね、蒲田の駅の階段の途中のところになんか、イラコーボックスとかいうのがあって、イラスト交換をするっていう、コミュニケーションボードですね。あれ、コミュニケーションボードに関しては、まあ、ジタマうんちゃらさんとか昔最初書いてたとかで、ライデン1000万プレイヤーのハムなんちゃらさんとか書いてたんだけど、それが1年ぐらいやってて、コソモメディアのノートができて、みんな男の人がそっちに流れちゃって、急に女性中心になっていったっていう話なんで、あっていうか女性中心でイラコーボックスとかいうのがあって、参加またの6階の時と地下1階の時とかあったんですよ。いや、ね、駅ビルの、階段途中とか。確か誰だろう、
東海運とか書いてあったのなんか聞いたんですけど、マジで、いやでも都市伝説なのそれってこって俺が文化まで本当なのか嘘なのか、俺昔高川言うてよなんか、ま、読み間違えてたけど、あーまあそれノータの方ですよ長いですよねやっぱみんな知ってたんですね、俺ノータ一時期すごかったんで明らかに、まあ、それ以外はなんかもうコミケの表紙書いてる、あのあコミケの方の表紙書いてる人っていう印象が強いけど、でもやっぱ昔のゲーセンとかのお話とか聞いてて、やっぱ一つのあの周りの人とか、ああこのやっぱみんな繋がってたんだなって思ってちょっと感慨深いですね。このなんかあの手のイラストノートとかってやっぱ、その後なんかでかくなった人間とか多いから。そうですけど、ね。俺今でも覚えてるのは神田の太郎のノートのレベルの高さが、イラストみんなうめえなと思ってしょっちゅう見てましたね、神田太郎のあの。イラストレベルとかさ、すげえなと思いましたね、あの時秋葉原のノートから多分流れたのかなと思いましたけど、すごいかな、あの時は当時別に秋葉原なんてことない街だったからね、そうですね単なる電気街だからちょっとゲームが売っててみたいな、太郎のノートって結構早々になくなった印象なんだけど、ノーベルはずっとあったけど、やたらうまい人間は確かに、でもそのやたらうまい人間ってずっと農協選挙して色まで塗ってっから、そうなんですよ、だからノートに関してはこれはもう昔みんな言ってて、最低10分だけにしろとかみんなそれぞれのハウスルールがあって、結構トラブルってあのあそこなんだっけ、ああそうだ、昔ババキャロの店知り合いやってて、なんか挙句の果てにノートだけ持ってどっか行ったとか言って、ノートがノート盗難事件とかよくあった、ノート盗難事件に関してはですね、もうこれは、まあ、例えば池袋サファリーで何だっけ、誰だっけ、あの渡辺明夫さんが書いた1ページのイラストだけが、そのページだけが次の日なくなったとか恐ろしいことがありましたね。あーそうですよね、そうですね、イラスト描くだけの人と文章だけの人、あーそっかそっか、ノブ様持ってんのか、ゲームブティック時代に残ってんのすごいな、そういうのは多分あれだよ、いろいろ黒歴史になってるはずだよ見られたくない人間とかもいるはずだよ、でも本当あれですね、そうだから、スト2の人たちの作ってた昔の同人誌とか一体どんなんだったのかなってことまで思ってて俺だって中野であれ見てますよ、無敵さんのガイルの本とか無敵のガイルこれもえ、なんだこれとか思って今思うとちゃんともっと読んどけばよかったなとか思って、あと感謝で昇竜拳ですかね、感謝で昇竜拳今なんかツイッターでまあネットがあるんで割と今でも読める方ですけど、ああ本じゃ感謝で昇竜拳もっとはね、いやいや、Xゲーマーズさんは大事だからこのツイッチの会話面白いですね、Xゲーマーズさんとなんか、アイアムエフクラッシーさんはあの、あれあの翻訳ソフトとかであの、Google翻訳とかで翻訳してくるから、そうですね、そのまま直訳で見ますね、多分スーモンとかそんな感じで、昔綺麗に配信できてんな、あ、そうだ、俺ムーさんに聞きたいことがあったんだ、ムーさんってムテさんじゃないよ、確かここの式とデイトナって昔クラール系ですかなんかで、おそれで AD 県のロケやってたはずなんですね、あのわらびのデイトナ3とか、おあそこら辺クラールって要はなんかアルファ電子とすごい関わりある会社で、なるほど、なんだっけジャンプバグとかの、もうクラール販売だったはず、
わらびデイトナは足立区住んでたってよく言ってますか。ゼロガンマ2やるのよく言ってて。ゼロゼロガンマ2あ、ゼロガンマ2あれなんか友達とよくなんか遊びに行くとやってるんですよ。100円メダル3枚で。そうなんですね、100円メダル3枚ですけど、メダルゲームで増やしたらそのまま遊べるという。そう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 。ナイスだゲームだった。そう、メダルゲームといえばね、蒲田のスーパーマンで毎日競馬ゲームやってるすごい人がいて、絶対に1回も席を離ったことがないっていう人が永久無限に遊んでた人いましたね。あーすごいな、やっぱ昔のゲーさん最高だな。投げまくってるね、あれは。っていうか、でやってるんだったらちゃんと宣伝しとけばよかったんだ。配信結局人が見てくれないとねっていう。エクサーって兄は出る権利あんの？あ、そう。職場の人間にまだロゴ作ってもらったんで。盛り上がってまいりました。今日はそのジャイポショーで森さんと TZW に会ってきた。あとはエビくんか。ダイヤシは怖い。あ、違う、怖くないか。でも X はメストとか見たときは DJDJ って言ってたんだけど、カタロに入ってから、え、バイソンバルロクじゃないのって考えを思いっきり変えさせられる。まあそうですね、もうマジでこれなんかキャラクターというよりプレイヤーがもうそういう概念を植え付けさせたっていう印象がもう大きいなっていう感じ。すごいなと思いましたね。ちょうど優勝しちゃったからね。本人否定してたけど、バルロが当時から強いって言われるんだけど、ね、雑誌メスト見てて DJ 村が出来上がった時って、ああそういうゲームなのかなとか、バルログとか別に言われるのかなとか思って。あの立川正雄が強すぎて使うのやめたぐらいだな。あー真空ハード見てる方が面白いわーとか言って。買って、あ、今のは中、あ、
確かにチュンリーもそう中野で入った時に何チュンリー何なのこれって感じでもう洗礼がチュンリーは意外と龍が戦える方だから許される風潮があって、うんうん、ああそうですね。大阪だとチュンリーはギリギリセーフっていう有名な言葉がある。いや全然アウトなんだけど、ちょっと考えてなる昔語りの場になっているという。そうだ、ムーさんに聞きたいことだったんだ俺。デートらしき、もうすぐしたら多分配信が終わるのかな。11時30分まで多分やると思いますけど、スパツ X 対戦会このように毎週金曜日20時から行ってます。でミニの大会式の細道このように21時から行ってます。池袋 JR 池袋駅から、東武東上線に乗って、四季駅から降りて左側徒歩1分ですね。駅の近くにあるゲームセンターで非常に、フロアも広くて和気あいあいと今日も行っております。ぜひ、お友達を誘わせの上、初心者の方も大歓迎ですのでぜひ、ご来店ください。今日もありがとうございました。ご自愛をいただきます。
はい、じゃあ配信の方は止めたいと思います。この敗退戦終わり次第終わりにします。今日もありがとうございました。来週も予定通り、同じようにやりますんで来週もよろしくお願いします。はい、あとなんかお伝えすることないですか？皆さんなんかないですか？皆さんなんかないですか？いいですか？じゃあ寒波が来てますけど皆さん生き延びてください。死なないようにインフルエンザ気をつけてください。では本日もありがとうございました。